皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さあ今日はちょっと雑談です。で、5月21日ですね。5月21日といえば皆さんは何を思い浮かべますかね。まあ、何もないですかね。特に何かの記念日だったりとか、誰かのね、なんかお祝いがある日とか、特にないですか。はい。実は私一つだけ心当たりがありましてですね、はい、今から35年前ですね、1986年になります。昭和でいうと61年、1986年5月の21日、これね、実はね、私の誕生日だったりするんですね。ハッピーバースデートゥーミー。はい、というわけで私は御年35。あ、はい。ああ、四捨五入したらもう40じゃないですか。アラフォーかよ。そんな年になっちゃいました。はい、っていうね、自分で自分を祝うという動画です。誰も得しねえやって。はい、ありがとうございます。私の誕生日5月21日なんですけど、私よくね、自分の誕生日が有名人と同じだなんていう人いますよね。でもね、調べても5月21日って私が知ってる有名人で誕生日っていないんですよね。あ、はい。で、5月21日って他に何があるのって言ったらね、裁判員制度が始まった日とかさ、あとは、自分が、盲学校にいたんですけど、その頃、21日、毎月21日っていうのが、公務員の給料日で、先生方が喜ぶ日だったりとかね、そんなんしかないんですよ。5月21日、あ、21日っていうのがね。あとはね、まあ、今から9年前か、2012年の5月21日っていうのは、金環日食があった日で話題になりましたね。私も写真撮りました。朝なのにね、ちょっと空が暗くなるっていう現象が起きて、でその翌日の、2012年5月の22っていうのがスカイツリーの開業日だったんですよね。まあそういう意味じゃスカイツリーが開業する前の日が自分の誕生日だったとか、金環日食の日がね、誕生日だったとかっていうのでは、まあちょっとそれなりに記念日あったかな。はい。で、私と誕生日の思い出なんですけどね、そうですね、盲学校にいた頃は誕生会っていうのがあったんですけど、学校ではね、まあさすがに中学部とか高等部で誕生会は学校ではやらないですね。小学部の時はね、土曜日にまだ学校があった時代だったので、土曜日にその月の誕生日の人がね、お祝いをしてもらえるっていうのがありましたね。私もあったな、そういうことかな。なんか土曜日で午前中だけだったので、みんなでなんかスイーツとか作ってね、誕生会開いたりとかしてましたね。で、寄宿舎ではね、学部関係なく誕生会ってありました。ただ人数が多いので、月ごとにね、じゃあ今月の誕生会は5月の誕生日の人とかね、だから6月の6月の誕生日の人とかでまとめてお祝いをしたりとかします。で、私の時はね、5月生まれの人っていうんで、まあ、自分21日だったんですけど、私の周りの人ではね、5月17、18、19、で21、23っていう、割と続いてたのかな、中旬の頃の誕生日の人っていうのがね、そんな感じでしたね。で、まあ、卒業以降に何か誕生日の思い出はあるのっていう話なんですけどね、ありますよ、一つ。それは今から15年前か、2006年の5月21日、日曜日だったんですけどね、この日はね、奥歯の子のイベントで、横須賀に、行ってました、ライブがあったので。その時は、発売記念のライブとかではなくて、ただ単に普通にね、ショッピングセンターでの、イベントだったんですけど、ね、サイン会とかもあって。なので、私、サイン会何回も行って、CD、サイン入りの CD 何枚も持ってはいるんですけど、この2006年5月21日、私の誕生日の日の日付入りのサインの CD があるというの、これね、もらえた時すごい嬉しかったですね。一つの宝物になってます。そういう意味じゃ良かったのかな。5月21日。あとはね、2、3年ぐらい前に歯医者さんに行った時に5月21日に行ったんですよ。で、歯医者さんで受付で保険証を渡すじゃないですか。で、
帰り際かな、会計でお金払って保険証返してもらうじゃないですか、診察券と一緒に。そしたら受付の方が21日の日付に気づいて、保険証のね、あ、今日誕生日だったんですねなんて言われてね、そういうねささやかな喜びっていうのもありましたね。いや、なかなかね、赤の他人ってわけじゃないのかな、でもまあ他人ですけどね、の方にね、そうやって気づいてもらって お祝いしてもらえるっていうのは嬉しいもんですね。そんな感じですかね。というわけで、私今日5月21日おかげさまで35歳を迎えました。まあ、正確に言うと生まれた時間っていうのが17時27分で、でね、確かね、その自分が生まれた日がね、雨だったらしいんですよ、水曜日で。まあ、それは過去の天気予報で調べて知っただけなんですけどね。はい、じゃあね、今後もね頑張っていきたいと思います。また一つ年を取りましたね。というわけで今日は誕生日の動画でした。何もないんですけどね、はい、おかげさまで35と。ありがとうございました。では今後もよろしくお願いします。今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。35歳最初のバイバーイ。